デカ盛り戦乱神楽、一緒に料理の道を極めましょう。デカ盛り、なんたる甘美な言葉の響きじゃろうか。料理もおっぱいもでかくて大盛りがええの。だからいつも人はデカ盛りの道を極めずにいられん、いられんのじゃ。今年ここ半蔵通り商店街ではデカ盛り美食大会が開催されることになった。デカ盛り料理を極めし者たちが鍛え上げた己の技を競い合う祭典ということなんじゃが、誰もがただならぬ気配を感じずにはいられんかった。というのも、優勝商品として用意されたのが、どんな願いでも必ず一つ叶えるという力を持った秘伝忍法書だったのじゃ。世界のパワーバランスを変えてしまうような秘伝忍法書がなぜ商店街主催の大会の商品に選ばれたのか。そこには大きな陰謀と忍びたちの思惑が交錯し、今まさに衝撃の物語が動き始めようと。しないんじゃな、これが。今回は真面目な話はなし、なしじゃ。ただただバカ騒ぎをさせてもらうぞい。大会開催のビラを拾ったり、秘伝忍法書の噂を聞きつけて、会場には22人の少女たちが集まっておる。まあ若干少女とは呼べない者もいるが、そこはツッコミはなしじゃ。大会審査委員長はこのわし半蔵が、司会進行はわしの弟子キリアが務めるぞい。今回のキリアは一味違うので要チェックじゃ。さあそれでは会場の皆さんもご一緒に、 I love デカ盛り、ドリームカブトゥルーデカ盛り、爆乳ハイパークッキングバトル、今ここに開幕じゃ。どれで遊びたいの？クッキングバトルね。お腹いっぱいにさせちゃうわ。私と遊んでくれるのね。さあお料理の時間ですわ。いざ戦場に勝負。本番はこれからよ。私も負けてられないわね。いけそうね。あらあら、うまくいかないわ。うまくいかないわ。うまいわ。せかしちゃダメ。
いい気になっちゃダメ。ちょっとちょっと、一気に来すぎよ。あらら、ちょっとちょっと、一気に来すぎ。あらら、ちょっとちょっと、一気に来すぎよ。あらら、うまくいかないわ。うまいわ。なあ、もっとじらして。うまくいかないわ。ちょっとちょっと、一気に来すぎよ。ちょっとちょっと、一気に来すぎよ。あらら、あらあら、ちょっとちょっと、一気に来すぎよ。ちょっとちょっと、一気に来すぎよ。あらら、あらら、うまくいかないわ。ちょっとちょっと、一気に来すぎよ。あらら、うまいわ。あ
これは、これは、私じゃやっぱダメなのかな。ごちそうさま。いざ決戦の地へ。極上の料理をお届けいただきます。お手柔らかに。これも修行の一環です。いざ尋常に勝負。
これは、これは、うまいぞ。私の勝ちです。前回の記録を更新しました。やりました。お手柔らかに、お手柔らかに、いざ尋常に勝負。なしの出来ですわ。
見える見えるぞ、デカ盛りの船盛りの向こうに大海原が見える。そしてここはどこじゃ。なんといううまさじゃ。勇気、宴じゃ、宴の始まりじゃ。私の勝ちです。やりました、新記録です。やりました。ハレンチですわ。イカルガ、参ります。ド派手な料理作っちゃうんだから。いざ尋常に勝負。無断禁物、本気を見せて差し上げます。手加減はいたしませんよ。いいです。うまいわ。うっそー。この調子ならいける。手加減はいたしませんよ。これはうまいわ。油断禁物。
いいリズムです。知れませんね。